はい、こんばんは、こんにちは。プレス3版ボーダーランズ2、ゲイジシャンが頑張ります。第14話、回、ぐらいにね、サンクチュアリについて、で、そのサンクチュアリの中のクエストの消化ですね。で、いろいろやってたんですけど、強くて、みたいな感じでね。じゃあ、ちょっと他のね、ハマロックさんのクエストをこなしつつ、レベル上げつつ、ここね、ハッピーピック。ここのね、動かせれるようにしました。で、このクエストがね、ちょっと難しいんですよね。だから、これはちょっと受けないでおきます。とりあえず、この周辺のね、周辺で、レベリングですね。この辺もね。殲滅開始よ。数日ぶりなんて、久々、やっていきまーす。ああ、ちょっと操作方法微妙だね。あの、ゲイジちゃんの、ちょうど、結構、跳ねて当たってくれるんですよね。で、リロードするたびに、アナーキースキルが上がっ、上段して敵の方に飛んでいくっていうね、このスキルがね、結構いい感じですね。終わっちゃった。で、リロードするたびに強くなるんで、狙えば狙っただけね、その分いいんですけど。もう結構ね、経験ちょっとマップ見ましょう。ちょっとマップ埋め的なね感じで、こっちの方行ってみましょう。これがショットガンだったね。これがスナイパー。なんか来てますね。あの辺か。リローデッド。結構ね、デストラップちゃんが結構やってくれます。デストラップちゃん有能です。この辺も敵が湧きそうですね。わからないか。まあとりあえずセーブポイントみたいなね。とりあえずこの箱を開けて、目標としてはレベル12かな ?12 になった。ボスに行くって感じですね。とりあえずキャッチャーライド。行きましょう。ビーグー。はい。じゃあこっち選んで、出現させてテレポート。よし、行きましょう。あれ何？
んだこれ。あれ、あ、もうダメなんだ。オッケー、復活。まあデスペラっていうのはもう結構ね、お金だけなんで結構気軽にって言っちゃ悪いけど。あ、なんか剣、あ、入りよし。じゃあシートベルトにエアバッグ、それにエンジンの安全性、ビーグル出現、そしてテレポート行きましょう。とりあえずあそこのね、びっくりマークのここのね、ここの下、ちょっとはまった。下の方にいっぱい敵が湧くとこがあって、あっち見えますね、あそこのね、ここに結構敵が湧きます。よいしょ、あと2匹。イエー。オッケー。ちょっと。ちょっと鬱陶しいな。車から降りて。この長弾具合が兄貴、一発ってリロードして、リロードしたらアナーキースキルがたまるんで、ここにもカモン。バット、それじゃあバイバイ。しょうがねえな。イエー。どこに湧いてる？この辺？結構近く見えるの。おっ。いい感じ。オープン。弾補充。あ、ここにも。デストラップの回復待ちながら、ちょっとこっちの方行ってみましょうか。切れたね。見える？あれ？いる？来るね、これ多分ね。まあいいか。
とりあえずこっち側ですね。この辺どっか、多分。カモン。イエー。でもいいしね。取れないか。いや。死体が。いないね。引っかかった引っかかった。オッケーオッケー。よし。行こう。じゃあ奥に行くか。入れ替えて。行きなさい。どこにいる？終わらせてあげるわ。あ、武器じゃねえ。外れ外れ。まあそのまま撃って。いいわよ。こんなすごいのに科学コンテスト3位なんて納得いかないわ。なんか今いたね。まあデストラップ待ちで物色物色。あ、もうレベル11になりそうだね。この辺も出てきて、取れないね。上に上がろう。よし。で、デストラップ。あ、これ武器じゃね。地味だな。もう開かないのかな。よいしょ。いないね、敵が。もっといっぱい湧くと思ったんだけど。よいしょ。じゃあ、あ、帰ろっか。帰る道すがらに。時計を見ろ。全部ぶち壊す時間よ。湧いたね。いい子ね。どこにいる？見えねえぞ。いいから捨て。わかんないね。まあいいや。せっかくデストラップ召喚したのに。帰るですよ。おいしょ。じゃあ、あ、
クエストですね。クエストの、もう一個ね。メディカルミステリー。ちょっとリロード時間がめっちゃ吹っ飛んだね。オーライ、めっちゃ冗談する。行こう。で、ピックね、豚さんのところでね、アイテム売って、また湧いてるね。うん、この調子。めっちゃ冗談する。終わり。もうレベル上がるね。いい感じ。だから案外ここの周辺でレベル上げてもいい感じだよね。豚さん、よいしょ。まあとりあえずね、手持ちの武器のちょっと様子見てみましょう。さっきいろいろ拾ったからね。なるほど。おお、ちょっと強くなるね。すごいね。あ、これいいんじゃない？ね。これに装備して、さーて何かしらね。Yeah。 まあ他全部売っちゃおうぜ。いいものを使ってくださいよ。まあこの辺もいいよね。これがレベル上がったら装備できるってやつか。知ってますかい？一応ね、買わなきゃ意味がねえんです。いいのが売ってるからね。ではまた、ハンターさん。いい取引ができて何よりですよ。これは？オッケー。お、すげえね。オーイエー、いい感じ。じゃあ、移動しましょうか。キャッチアライドにようこそ。ビール。テレポート。とりあえず目的地としては近いね。ドクターマーシュ。あ、案外近いんだ。ちょっとちょっと。案外近いね。だからこの豚さんのとこで、なるほど。あ、もうレベル上がれそうだね。行こう、行きましょう。違う違う、スナイパースナイパー。もう一丁、もう一丁。こっちにはいないとして、おい、じゃあ行きましょうか。ダメだダメだ。
あ、リロードね、この投げるのがいいね。レベルアップ。計画通り。で、スナイパー。あれアップ。イエー。オーケー。何挟まってんの。よし、じゃあちょっとレベルアップしたんで、トークンもとりあえずね、ライフシールドリチャージ、射撃ダメージ、近接ダメージ、これとエレメンタリーシールドリチャージディレイ、ライフシールド性能、イエーで、クリティカルヒットダメージ、イエイで、これどういう風にステータス振っていいかよくわかんないで、なんか思ったまんまやってます。で、あとはこっちですよね。とりあえず今これを頑張ってるんで OK で、これ次からね、こっちに触れるですね。 OK、 そんでああなるほどね、ヘッドショット行きたいね。イエー、もうレベルも結構こんだけ上がったから。で、あの奥から汚いボスがね、しまった。おい、レベル上がったらこんなに楽になるもんなのかよみたいな感じでね。 OK、 終わった。悪意も結局何もならなかったな、マーシーよ。たまげたな、これはいいテックじゃないか。イエーイ。いいテックに打たれた患者を治療するんならもっと練習台が必要だ。実物が手に入ったことだ。Okay. ちょっとここいらのバンディットとも試し撃ちしてくれないか。まずとりあえず装備しないといけないね。これか。開発中の腕を作ってあげる。もう長弾があるから楽だよね。イエー、いい感じ。いやー、ちょっと時間かかるね。オーケー。まだ20、もっといっぱい狩らないからね。まあとりあえず弾補充して、せっかくなんでこの辺のアイテムもちょっといただきましょう。いい感じ。まあこの辺のなんかマガジンマーク OK。 OK、 どん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 補充。あ、ここも弾ね。ああ、スナイパーライフルも満帆なのか。
ここにはないか。まあ、バンデット、あ、アイテム発見、いただいていきましょう。じゃあ今度はこっち側行ってみようか。比較的レベル上がるとね、楽に行けるもんだね。ん？横になんか建物あるじゃん。あそこにいそう。OK! じゃあ今回はね、14話ここで一回中断して、第15話はね、その辺の建物でバンデットね、適当に倒していきたいと思います。お疲れ様でした。